はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ブレイブリーセカンド、前回の続きからやっていきたいと思います。7つの滞在も残り2つですね。まあこっちもちょっと死亡者が出てますけど、まあ例によってまずは宿屋に向かいたいけど、ここって宿屋あんのかな。まあいいや。そうするとあとは上の大陸かな、フローウェル大陸だと思うんで、ちょっとフローウェルの宿屋に泊まりましょうか。ここだ。あ、なんか左上に、お、敵が出てきた、マジか。左上に石碑が見えたと思ったけど。逃げよう。ちょっとこっちも満身創痍だから、逃げ切れた。よし。敵とか今何パーセントになってたっけ？プラマイゼロか。ここは後の方の町だから、ちょっと高そう。って言っても60か。全然高くねえや。ここの宿屋、ここっていうか、この世界の宿屋って、どうやって運営してるんだろうな。飯とか出さないのかな。素泊まりなのかな。謎すぎる。これ、左上にありますよね。まあ、引き受けていこう。これこれこれ。ちょっとセーブ、速攻だけどセーブしよう。よし、ご利用していきますよ、ご利用して。一旦目でちょっと、ステータスを、いじってから、ご利用すと。まあ、これはもう一緒だからな。はいはいはいと。マモン。マモンはちょっと、聞き慣れないな。ルシファーとかベルゼブルとかは、かなり、聞き慣れた言葉だけど、マモンはちょっと聞き慣れないですね。おお、なんかちょっと悪魔チックな感じだけかと思ったらモンスター化しやがった。コーラ割り、攻撃力上げるか、突き魔法で。もう防御なんて関係ないからな。あ、間違えた、後期になったから後期になったから言うわ。で、防御力を下げて、攻撃力を上げて、で、ダメージを与えとくと。よし。これで7000くらいは稼いだか。うわぁ、これが最後に発動したか。危ねえ。危なくねえよ。魔法攻撃も 200% になるんだ。いや、意味なかったな。200% で打ち止めだな。バイソンフォン、リファングのバイソンフォン。で、こいつも、倍撃でいこう。二刀流とかにした方がいいのかな。そうすると、まあいいや、もうホーリー連発しよう。ちょっと待ってね、先にスピードを上げとこう。一回隙間の方でこっちが先に先制できるように。でスピードアップをしてホーリー3連発か。ウルファンか。よし、完璧だ。このターンで倒せれば何の問題もない。1万、2万、3万、4万、5万、6万、7万、8万、9万、で、10万。よし、だいたい10万だな、もう。10万だったら1ターンで削れる。OK、OK。ジョブレベルアップ、マルチバース。楽勝だな。こう考えると、これは大丈夫だ、余裕だ。みんな大丈夫？ね、まあブリザジャーだっけな、結構いっぱい食らったけど。マモンの力、すなわち七つの大罪、貪欲の力を手に入れたわ。イエーイ、貪欲だぜ。七つの大罪、ようやく残り一体よ。残り一体どこにいるんだ。まあ、例によってまた宿屋へ行ってから石碑探しの旅に出るか。これ二刀流とかにするとどうなんだろうな。ちょっと一人二刀流にしようかな。今みんな片手武器で1回につき9999、ちょっとカンストしちゃってるからな。マグノリアあたりをちょっと変えよっかな、忍者に。どうしようかな。
忍者。あ、海賊。あ、でも海賊はな、斧だかんな。忍者がデフォルトでやっぱり、あれを持ってるんで、アビリティの付け替え。ホークアイは必須。物理攻撃20もつけるか。反撃強化いらねえな。バラージをどうするかだな。で、忍者は武器が弱いから、これ、限界を超えるヒット数。あ、いいな、いらないな。限界ダメージを上げたい。でもそれは多分ないんだろうな。刀の心得か。刀にしよっかな。刀を二刀流。剣二刀流ってあるかな。誰だっけ、剣って。剣はね、確かね、フェンサーだった気がするんだね。フェンサーダメだ、全然ない。ってことは、ソードマスターだな。ソードマスターの刀の心得にして、刀を覚えさせよう。あとなんかあるかな。三刀流か。三刀流でどこまで伸びるかだな。三刀流にしよう。よし。で、おー、SSS。すげえな。よし、これでいこう。ゴリ押す。また。カモン、引く手。どこだ？ちょっとまた端から攻めるか。あと1個だからな。これでな、別大陸とかだったらショックだな。探すのにかなり時間がかかるぞ。これも違うっしょ。頼む、この大陸っていうか魔王大陸もちょっと見るか。そうすると魔法大陸とかあんのか。結局魔王って2体、ああ、あった。こんな魔王大陸にあるとは。よし、セーブをしてまた挑みましょう。行くぜ。忍者の力がどうなってるか。おお、お、最後だから変わってる。石碑から大罪が。あら、なんだ最後だからね。意味がわからない。マグノリアに取っておいたよ。意味がわかんないんだけど、本当に。さあ、こいつはリヴァイアさん。おお、リヴァイアさんか。人の大罪、嫉妬を語るもの。嫉妬なんだ、リヴァイアさんって。来るわよ。おお、マグノリア絵にもなってるな。忍者だから似合うな、マグノリアの忍者姿。おお、あれ？なんか全体が映ってないんだけど。まあいいや。高貴な鷹。で、海賊技でこだわりと。で、イデアはちょっと回復じゃなくて、ガードにやっぱ走ろう。高貴な鷹で結局、無駄になるからな、攻撃力上げても。フィジカルガードにしといた方が。おー、ブリザザ、よしよしよし。やべえな、これ。高貴な鷹使ってたら多分やばかった。うわー、ミスった。え、なにこれ。もしや、また攻撃が効かない系？なんか発動してたな。マジか、ここに来て。ここに来てか。いやー、ちょっとこのターン一応全力出して。ダメだったら、厳しい。倍撃。一応ホーリー唱えとくか。やばい、これはかなりやばい匂いがする。そうだよな、こういう変な特殊能力持ってるとな。ミスター、なんか高速なんちゃらだな。高高度浮遊か。いや、飛んでるからダメってこと。弓とかなら届くのかな。いや、これ積んだ。嫉妬ってなんだ。うおー、全く当たらない。7000か。でも結構当たるな。いやー、でもこれでもう全員マイナス4だろう。うわ、死ぬよこれ。死んだ。あー、なるほどね、落ちてきたわけね。この時を狙えばいいのか。命食い。痛い。全滅した。やはりこうなる運命なのか。じゃあ飛んでるときは固めとくってことか。でも対処が分かったからなんとかなるな。すまんな、マグノリア。せ
カットさせてもらう。じゃあ普通にもうデフォルトしてよ。で、魔法を使ってくるから今は魔法ガードを固めましょう。うん、これでいいや。嫉妬、嫉妬って何なんだ、そもそも。防御力が減ってる。なるほどね。なんか全てが減ってるな。とりあえず一個ずつ直すか。フィジカルガード、いや待って待って待って、魔法を使ってくるからやっぱり魔法ガードが先だな。マジックガード、うん大丈夫だ。でガードガード、フィジカルガード一応使っとくか、減ってるから。おーっと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 、マジかよ。何もやることねえなこいつ。どうすっかな、春の目覚め使おうかな。やることねえし、減らないよね。マジックパワーだけか。忍術、あ、これ使っとこう。で、マジックカードだな。こいつは体術で、特にないな。特にないからガードしとこう。早く降りてこい。おし、来た。携帯変化。春の目覚め。おー、回復。よし、ブレイブをかけよう。高貴の鷹。で、ウルフファング。バイソンフォン。ウルフファング。で、もう。ここは、おっとっとっと、マグノリアが。甲羅割りからの、倍撃。で、イデアどうしようかな。スピードアップさせるか。先手必勝で。U がな、遅いから多分、こいつらが先に攻撃しちゃうんだよね。スピードアップ。攻撃、お、発動した、早い。いいぞ、これは、8000。8000。8000。こら割り。一撃は99。倍撃。あれ、これ普通に攻撃した方が良かったか、もしや。頼む。行ってくれ。オッケー。そうか、倍撃とかやると一回攻撃になっちゃうのか。それは盲点だったな。まあでも、無事倒したな。対処方法さえ分かればこんなもんだ。いや。イデアさん、君アホなの？君バカなの？残りはいくつだっけ？全部倒したよ。これで全部倒したはずだわ。なんか手に入れたの？ あら？これは実はまだ一匹みたいな。紙切れだ。紙切れ多いな。クロワッサンの霊像、心して励め、右大臣へ、ですって。ようこ、なんだよ、ようこにだいぶ振り回されただろお前。俺頑張ってみるよ。まったく、可愛らしい暴食さんのこと。イデアが言うか。何よ。嫉妬の書。よし、これで全部揃った。全部揃ったけど全部使えないからな、ようこいないから。これでようやくあそこの谷の方に行けますね。とりあえずまた寝ないといけないんで、カルディスラの方に行ってから、見直す、ステータスを見直してちょっと終わりにしようかな今日は。とりあえず寝に行きましょう。ここだよな、ここノルエンデのところ。そうすると倍撃海賊技じゃなくていいんだよな。どうしよう。とりあえず寝かしてくれ。おっさん。おお、こいつに話さないといけないのか、ここは。100円だ、高い。おっさんのところが一番ぼったくりだ。まあ、U はこれでいいだろう。
リュウ一刀流だよな。あ、両手持ちになってんだ。そうかそうか。マグノリア三刀流だけど、倍撃を使うと意味なくなるから、海賊技をどうするかだな。でもな、甲羅割りがねだいぶいいんだよな、使いやすくて。なんかあるか、まあ、忍術はデフォルトでついてるから。いやー、ハープーンとかか。ハープーンってなんだっけ。そうだな、物理防御貫通だもんな。これいいよな。オーヘッド、サイドワインダーじゃなくてオーヘッドが見たい。武器に選択した属性か。なるほどね。どうしようかな、精霊技つけてみようかな。コンドルってなんだ。あ、デフォルト貫通能力か。いいな。ちょっと精霊技つけてみよう。で、イデアはまあこれでいいでしょ。で、ティーズもまあなんだかんだでこの剣技がめっちゃ使えるからな。サポートアビリティも最初からウルフ、ホークアイ、両手持ち、攻撃力アップでいいでしょ。で、こいつはホークアイ 20%、 刀三刀流。で、まあイデアは全体か何でも全体か。徐々にマジックパワー回復。で、ティーズは、そうだよな、これで OK だな。よし。じゃあ、この編成で、次回ですね、ノルウェンデー渓谷の方に行きたいと思いますので、今回はこれで終了します。